はい。ひとつきます清水です。えー、今日はですね、まあ、統一協会問題、ちょっとやってみたいと思うんですけども、<laughs> 旧統一協会の問題で、第三者委員会、要するに、自分で自分を調べる調査だけではなくってですね、第三者がちゃんと調査をして、えー、本当に誰が統一協会と関わっていたのかをチェックする委員会というのを作ろうよ、というふうにですね、立憲民主党の西村幹事長がですね、まあ、立憲民主党が提案してたんですけども、えー、やっぱり本丸は自民党なわけ。 ですよね。で、その自民党がですね「やだやだやだ俺たち自分でやるから」で何をやるのって言ったら「えー、っと特に何もやらない」っていうまあというわけで、えー、自民党はめでたくこれでですね黒確定という黒確定いいですか皆さん黒確定でございますこれはもうあかんやろということで、えー、今日もですね本間さんとね 話をしていきたいなというふうに思っております本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいね、えー、昨日パソコンが壊れてですね夜中の2時ぐらいまで、えー、os のサインインストールとかやってて眠いて清水流子です <laughs> ヘトヘトです <laughs> いやこれねなんで本間さんと話そうかなって思ったかって言うとあの国会の自己調査委員会 っていうのがですね福島第一原発事故の時はときは自民党がいっぱい用意して東電とつながってた利権っていうのが、ね、あのあったんだけども当時、民主党政権だったんでまあ、国会事故調査委員会というのをやったわけですよで。それでいろんな事実が分かりました。でなんかあの最近のニュースでは東京電力の旧経営陣に対して13兆円の損害賠償が判決カンかカンとかっていう,ふうに出たりですねしたわけじゃないですか。うん ああいうのは、まあ、やっぱり、あのー、自浄作用だけでは無理だから、他のところがね、えー、ちゃんと調査をするっていうことなんですけど、まあ、最近のオリンピック問題とかの賄賂、見ててもですね、電通がちゃんと自分で調べるからって言っても、ダメなわけじゃないですか。だから、こういう時に、他の人がちゃんとやる、ね、隠して隠して隠し続けたら、えー、電通の場合はですね、東京地検特捜部にガサ入れを食らっていると。 逮捕はいつなんだと思っているんですけど自民党に関しては自分でもやらないあげく第三者委員会もおか黒だねコンマさんこれも黒黒まあもう黒っていうか壺。<laughs> <laughs> <laughs> 判決ハハ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  まああのーね、第三者委員会とか置いちゃったら、うん、それこそ続々と出てくるだろうから、うん、まあ当然、それが怖いんだよね、うん、自民党としてはさ今、自己申告している連中、うん、または自己申告していなかったとしてもネット民によってさ、うんあのー、表に出てきた連中わしゃわしゃいるわけじゃん。うんうん だから第三者委員会なんかやっちまった日にはさ、うん、まあまあ、とんでもない話になるとで、ね、うん、一応、しかも第三者委員会とかになると、一応弁護士とかも入ってきて、権威づけがされちゃうからね。はいえー、それに対して、なんかうだうだ文句をつけたりすると、また印象がどんどん悪くなるから、うんうん、まあ、やりたくないよね、それははっきり言って。うんうん ただそうすると、だから、あのー、立憲も諦めないで、ずっと言い続けるべきだと思うけど、はい、うん、第三者委員会をやれっていうのは、これですぐ引っ込んだらあかんで、せっかく辻元清美さんとか受かったんやから、ねぜひ追及してほしいですよね。うん総理、総理、総理、総理っていうふうに言ってほしいですよね。うん、あの国民が苦しんでるんでるすよ カルト宗教の霊感商法被害によって安倍晋三さんすらその問題で訴えているのか、総理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 総 まあなあ、まあとにかくさ、その結局、岸田がその来週いきなりね、うん、内閣改造をするって言ったのもさ、はい、まあ、この第三者委員会拒否プラス、まあ、あのー、内閣から坪議員を外すと。まあ、<で>そういうことなんです、うん、ちなみに内閣改造って何っていうのを知らない人向けに言っておくと、まあ自民党政権っていうのは変わらないんだけど、 えー、大臣とか政務官とか副大臣とか、うん、こういうのを変更したりあと自民党の役職も変更したりっていうのをね<あ>こうやるとそういうことですねそうそううんで例えば国家公安委員長もほらあのイベントに出てたりしたわけじゃん、うん、で国家公安委員長ってそもそももう今あのあれじゃないんだよね、うん、議員じゃないんだよね前の参議院選挙出なかったんでうんうん、うん だからどうせ変えなきゃいけないんだけど、うん、あのー、ともかく、壺の息のかかった人たちは、うん、多分これで全部外すんだと思うよ。うん、この例のほら、なんだっけ、山口環境省。私何でもとにかくす、要請があったすべてのあれに、<laughs> えー、何祝電打つとか。いろんなところから頼まれたら全部出しますね。 というか、もう一回言いますよ。どこからでも来たものは全部出しています。ぜひ我々もですね、ホンマリエさんのお歳誕生日おめでとうご祝電出してるて。ね<え> <laughs> そこまで言ったなら出せよな。<俺><俺>出せよな。本当に。まもうツイッターでは今さ、うん、この山口大臣の連絡先が衆議院議員会館、ねはい、で電話、まあこういうのって公開されてるからさ。うん もうガンガン乗りまくってるよね。みんな祝電頼もうって。アホか本当にこいつ。まあこういうアホを一掃すると。さあ、こういうアホはず外すと。いうことなんですが。ですがですよ。ですがですね。無傷のやつっているのか、ち民と <laughs> そういう問題があついて回る。だってなんだかんだ立憲民主党とかさ、維新とか国民民主とかも、 参加しちゃってるわけですから統一協会関係のイベントはだそういう参加しちゃってるけどよくないよねって言って立憲民主がこれを機会にしっかりやりましょうよって言ってるのにあの立憲民主はこう常にちょちょっとだけ傷があててちょっとだけちょっとだけ傷がうちも痛いんだけどなーってもうあの自民党はもうそんなことされた満身創痍だからさ <laughs> 絶対にやりたくないだろうね。 だと思うよ、うん、まあ本当だからそれなあまあ実際それがやれればすごいけど、うん、そもそもだって自民党の中にはさ何が悪いんだろうか分かんねえっていうやつもいるわけじゃないそれは福田達夫ですね、うん、あの福田武夫福田康夫の息子さんであり安倍晋三に匹敵するボンボンといえば ね,ね福田達夫は言っんですけどえ「何が問題なのかよくわからないんですけど」っていうふうに言って炎上したら「何が問題なのかよくわかんないけど炎上したから悪いって思いますけど正直何が問題なのかよく分かっておりません」みたいな「まあ、何言ってんの?」っていう <laughs> あの福田達夫だから総務会長外されるでしょ多分ね、うん、多分だけどね、うん、<laughs> いやだって外さなかったら終わりでしょう <laughs> まあそうなんだけどでもそれを言うならさ、うん、あいつも幹事長もね、うん 茂木もさ「何の関係ない」とかって言い放ってるやつをそのまま置いとくのかとかさ、うんうん、麻生と茂木は早々とほら留任とかってで出てるけど本当かどうかわかんないよねああいう観測では出てるけど、うん、でもねっ麻生だって関係があったわけでさ、うん、だから本当にこう身切れな人っているのっていうのはやっぱりちょっとねうん。 いかもそんでさまたそういうところで右ギレだっていうやつがさ「うんうん、私は大丈夫ですよ私はもう統一教会何も問題ありません」とかっていうふうに言って「えー、やった大臣になったぞ」とかって言ったら週刊誌に次の日に出るっていう <laughs> またあのー、あの何だっけあれあのパパ活してたとかさそう <laughs> いう違う方向でね違う方向で。 あの夜な夜な女性記者を呼んでいたとかさ。なそういう、違う方向のね。<laughs> もう時間ないわけよ、こういう時要するに、この1週間ぐらいで、うん、近辺調査しなきゃいけない。おお、大丈夫だ、だお前大丈夫だ、大丈夫だ、はい、大丈夫です、みたいな。大丈夫じゃなかったじゃないか、お前みたいな感じ。<laughs> いや、だから、統一教会は大丈夫ですって言ったんですああ、なるほど、なるほど。 統一教会の件は大丈夫です言ったんだけどパパカツはごめんなさいあの、えっと、別ラインでしたみたいな。あるいはもっとやばい例えば元オウム真理教の, <laughs> あのアレフとかからお <laughs> 金、ね、もらっ,ってましたとかさあだからねもう絶対見切れなやつって難しい。うん で右霊でものすごたまにいるのよ自民党にもさ、うん、コツ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 やっててものすごく真面目で右霊です、うんうん、でそういう人は絶対内閣とかに入らない入れない、うん、お呼びがかからないんだよね、うん、あれか今こそまた彼が再登板か誰 ?USB が分からなかったかですか <laughs> サイバー担当大臣 <laughs> もう一度、えー、USB が何なのかよく分からなかったサイバーセキュリティ担当大臣であり五輪担当大臣のこれには五輪憲章も読んでなかった桜田義孝さんねで前回の衆議院選挙で落ちてなんとか比例で滑り込みをした桜田義孝さん夢をもう一度 <laughs> 夢をもう一度 <laughs> あ、うん まあああいうのでほらでもああいうのに近い連中っていっぱいいるのよ。うん、もう高齢になっていてうん、うん、いわゆる大臣待機組っていうやつらだよね。うん、もう待ってるわけだ。うん、も何でもいいから大臣とつくものにしてほしい。うん、で逆方もそうだったわけじゃん結局。うん、何でもいいと。 よりによってサイバーセキュリティ担当大臣になって、えっと、USB ってなんだか知ってますかっ、えー、あーっとなんか穴に入れる、ね、あの USB というのは、えー、秘書が常にパソコンを使っているので、私はよく存じておりませんが、はい、穴に入れるものであるというふうに存じ上げておりますって言って、穴に入れるって、こうちょっとなんか、面白いですね、表現が。 といくらなんでもさ <laughs>、うん、それを国会で言えちゃうっていうね、うん、まあはっきり言って間抜けう,ん、うーんっていう人が大臣やっ なんか今にして思うとのどかな時代だよな。のどかだね、本当に。サイバーセキュがさ、パソコンを打ったことあるんですかって、あの、部下が打つんで私は打ったことある。よくわかりませんって。え、うん、それでサイバーセキュリティ担当大臣ができるんですかって言われたら、私は決断をするためにあの <laughs> いるってあの。考えるのは下がやりますみたいな。い、くらの、のどかだよね。のどかだよ。 そんなことやってたからこんなことになってんだっていうところもありますから <laughs> 無能がいるからねえ無能だからね、うん、本当に本当に無能すごいよね、うんはああほにさあこういう人たちでもまだまだいっぱいいるから自分との、うん、そういう人 でそういう人が、もしかすると、間違ってまた入るかもしんない。もしかすると、また、うんサイバーセキュリティ担当大臣、USB って知ってますかって同じこと。お前、またバーカーが。あれ <laughs> <laughs> ってさ。はあ、えっと、それは新しい壺の名前でしょうかみたいな。もう、勘弁してよ。よ <laughs> と <laughs> 面白いやつ出てくるか、うん、そうだからあとはそうするとさ、うん、あれだよねあの人も政調会長のあの人も高市早苗さんですか高市ね、うん、高市最近なんかちょっと静かじゃないだってあれ安倍晋三の犬だったんだからうんら高市を外すのか 高市さ苗、ね、もうあの統一教会のあの関連団体に祝電とか送ってますからね。うん。まあそりゃそうやわな。だよね、うんまあ。そうなると大幅改造っていうことになるわけだよな、ね。うん、うん。そうするとさ衆議院議員なんかからすればさ衆議院議員で大臣やってる連中なんかからするとすごいとばっちりだよね。うん の参議院選挙がのおかげでなんか自分も議員やめなきゃあの大臣辞めなきゃならなくなるとかさそういうとばっちりがやっぱり発生する、うんね、あと岸だってさ、うん、あんだけさずぶずぶだったわけじゃないうんうん、うん、岸だじゃなくて岸ねうん岸安倍晋三の弟さんねそうだけどさ防衛大臣なわけじゃない、うん で結構これ、やっぱり今、重要なさ、うん、役割じゃないよ。うん、それ、途中で外せるかとかね。俺、防衛省でさ、<laughs> うん、防衛マニアのあの石破なんかどうだなんて思うと、いや石場は、石破さんも坪議員なの。ちょっと坪触っちゃったぐらいですけどね、今のところは。<laughs> うん、ちょっとつボたまっちゃいました、ああ、左手が感染しているみたいな。<laughs> まあ、ここ難しいよね。ともかく、ツボから首を出してる議員は切らないといけない。<laughs> <laughs> <laughs> そういうやつらは切るっ、うん、いうふうにやらないと、うん、うん、やっぱずっと追及されるしね。うん もとにかく、つと関係のない、それでいて、ある程度力量のある議員とかってのは、の本当にいるんだろうかっていう。うん。いないかもね。うん、ね、うん。だって、12%ぐらい共同通信で言うと、内閣支持率急落してますからね。ピューンって。でそう考えると、ここでなんかこう、 どうも改造しました坪内閣ですみたいな感じになっちゃったらさこれさほらえっ、ー、となんだっけほら内閣改造すると必ずさ、うん、メディアとかがなんとか内閣とかするじゃん仕事第一内閣とか <laughs> ありますねそういうのこ <laughs> れで終わり失敗してさ坪議員がいっぱいいるとさ坪一致内閣とかって言われてるわけカ <laughs> <laughs> ルト内閣とか 徳国,国一内閣じゃなくて坪一内閣とか言われるやだな, <laughs> なんかでもさあれだよねこの一連の報道で、うん、なんかいきなりミヤネ屋の株が上がってん、ね、<laughs> そ,うそ,うそうそうそう。なんかすごい追及してるって言うて<ー>ミヤネ屋は一体どうしちゃったんだっていうぐらい、うん、なんか,かなり辛辣に <laughs>、うん。 やってるっててるうんで、うん、ねえミヤネ屋って言えばやっぱりさあのー、まあ真自民真維新の番組じゃないところがまあ維新をほっといたとしてさツボに関してはめちゃくちゃ報道してる毎日ね。うんうん、っていうなかなか評価が高まってるよね。うん あれは一ってどうしたんだろうなまあミヤネ屋ってんちょっとその少しひねくれたところのある番組ですからねまあね、うん、そういう意味ではすごくえべ、ー、っ若干別路線に行ってる可能性はまあでもなんかミヤネ屋とかが頑張ってるおかげでね旧統一教会巡る相談12倍になってるんですよ6月は、うん 全国統一教会被害者家族の会への相談件数というのがですね8件7月94件うんすんごい増加じゃないだよねで、えー、事件をきっかけに相談しようと思ったとか山上容疑者と自分の境遇が重なったなどの声があの上がってるらしいですようん,うんまあそういう人いっぱいいるだろうからね 本当ほんとそれはそうだろうな、うん、いっぱいいるよね、うんで。そういう人たちの切実な気持ちを放っておいて「うん、いや何が問題なのかわかりません」とか「今までのお付き合いをやめるつもりはありません」とか、うん、そういうふうに言ってる議員っていうのはやっぱりちょっとうんやっぱちょっとなんか。良くない よくないよねまああのー、言い方を変えればですねあの被害がたくさんあるらしいんですけど知らねえっていうふうに言ってるのと一緒だからねうん、うん、それはやっぱりよろしくないよな、うん、あ,あどっかだっけ北海道の市議だっけうん30年ぐらいの付き合いがあるからもうやめねえとかって言ってるやつもいるじゃうん,うん、うん 女のはさあのほ、ー、まさん30年ではないですよ<う>40年です <laughs> あの旧統一教会と40年以上の関わり北海道市議縁切るということはないすごいよね一切縁切るという気もない、うん、よりにもよって名前が清水 <laughs> しかも誠一誠誠実さ一番、うん、統一教会に対して誠実さ一番清水誠一議員です、うん、ちなみに当然自民党系でございます、うん、だよねうんそういう人いるからね、うん、やっぱりさ頭おかしいのがいるわけじゃん頭おかしいでしょこんなのほんとなまあ そりゃ組織との付き合いあると必ず言う人がいるけいるよね。うんうん、いやあっちでは多少悪いことやってるかもしれないけどこっちではすごくいいことやってるんですよっていうそういうふうにしゃべる人っているじゃない。だってあのこれコンさんの特ダネなんですけども、えー、赤十字ひね募金、うん、全国社会福祉協議会。 全部統一教会寄付もらってんのね。うん、でそれで、えー、なんとですね全部ここ代表一緒なんですよ。うん、でいまだにだんまり。でこういうところでだんまりをやめなかったらちなみにだんまりしてるでトップはですね清家淳さん社会保障のですね改革の有識者メンバーつまり高あの高額医療制度の。 補助廃止とか年金75歳からでいいじゃんとかっていうので安倍さんと仲良かった人が勤めている赤十字とかがですね統一教会からお金もらってたぞでそういうの利用されるわけですよいやいやいろいろ問題あるけどね統一教会は義援金とか出してるんだよ人の命も救ってるんだよいうそれつから吸い上げたお金じゃねえかよっていう。 そういういことだよね、うん、でもすごいね、いくら献金しちゃったってえーっとーね、赤十字社は統一教会が発表してるんだよね、こんだけ振り込みましたって。うん、6000万うーん、6000万、6000万、胸騒ぎってやつ。<laughs> え、もう、あの今日あれ、本間さん、ごめんなさい、昨日寝不足だったから、<laughs> あんまりちょっと返さないついてこれな、ね、い、ついてこれない。<laughs> それ誰の歌, <laughs> 誰の歌ですかそれってれは今あれですよ今をときめく60彼も何歳かのうんゴなるほど 2>, <laughs> 2億4,000万の瞳っていうあエキゾチックさあ,あ,あもういいやーってうエキゾチックジャパーンね<ー>私どっちかっていうとですね <laughs> 6,000万6,000万とかっていうのはですね あの億千万億千万っていう当時、えー、ニコニコ動画で流行ったあのカプコンのロックマンの音楽に合わせた、えー、そういう歌が私は思い越してしまいますちょっとマニアックすぎてわからん俺にそらない知らない知らないもう俺歌っちゃうよそんなこと言ったらもうちょっと寝不足で頭回ってないから<ー>うんまあでもいいや <laughs> うん。 歌う元気もねえわ、今日。ああ、いやー、あの二億四千万の瞳とはさ。やっぱりこう、バブルっぽいよね、歌がね。まああ、ね、で <laughs>。反戦にさ、浮かれちゃってる歌じゃない?。<laughs> ああ。まあ、でも、今はそんな元気もないんですよ、日本は。いや、ないよね。郷ひろみとかは、もう、ああ、六千万とか歌えないよ、もう。いや、歌ってたよ。いや、だから、今は。ね。ああ、ち、ち、ああ、ち、とかも歌えない。 ああ、ちーちー。ああ、暑いな、夏は。半導体不足でクーラー修理したいけど、なかなか来ない、やめらい。そういう歌になっちゃう。<laughs> バラードになっちゃうよ <laughs> <laughs> <ー>。まあね、あの、あちちな歌なんてのは、やっぱちょっと思い出があってさ。うん、会社員時代ね。うん。 後輩の下のけに火つけて、ああ、ちえ、ちえ、ああ、ちえって歌ってたとかね。うん、<laughs> もういいよ。<laughs> いいあ、いい。もういい。もういい。ああ、統一教会問題な。これ <laughs> 第三者委員会拒否した時点で終わりやで。もう。うん。終わり。あ、まあ、次の国会の予算委員会とかでもう一回蒸し返して。うん、なぜやらないのかっていうね。うん そうそういうのは本当は必要だよね。うん、で、こういう時に、またあいつら、あのー、維新とかさ、うん、国民とかがちゃんと同調してさ、うん、要求しないといけないけど、まあ維新も国民も自分にすねがある、に傷があるから、ね、から立憲民主は常にかすりつきぐらいなんですけど、自民党、満身創一緒。うんえー 維新と国民民主はすねが持ってかれるぐらいの傷は負ってますからね。うんだって国民民主は玉木だから危ないもんな、ね。うん、玉木もやってるしさ。うん、こういう時にあいつらがちゃんと賛成しなきゃいけないわけよほ、うんと、うん。だけど賛成しなかったりすると面倒くす。うん、あのダメなんだな。で,たで俺なんかさほら。 いや、あのー、それ第三者委員会って言うんだったら、あのずっと俺なんかが、ほら、本とかに書いてきたのは、オリンピックを検証する第三者委員会作れよ、ねうん、そうねずっと言ってきたじゃない、うん、で、例のその6月の末に発表された、えー、組織委員会の収支報告書。うん、あんなのももう本当にもうめちゃくちゃなさ、 もうなんだか中身は全く分かりませんけどこういう数字でうちが出してるから信用してくださいっていうねそういう報告書だったわけじゃない、うん、それを第三者委員会みたいのを作って情報開示させてやっぱりちゃんと調べないと、うん、って言ってたけどまあとにかく野党が弱いから全然そういうのはできない、うんうん、って思ってたらここにいきなり 風ならぬ高橋風が吹いて、うんうん、ねやっぱりこれ今まあ最終的にどういう権威で対応逮捕されるかわからないけど、うん、やっぱり今なんかいろいろあちこちからさ、うん、聞こえて聞こえ始めているのはその青木の話っていうのはまあ、あれも数億引っ張ったっていうのはやっぱり金額的には割と大きい話になってきてる。うんうんうん でもそのずーっとくすぶってたのは招致の時からの話。要するに賄賂を送って、うん、引っ張ってきたって票を引っ張ってきたんじゃねえのっていうのがさ、うん、ずーっとくすぶってたわけで、うん、まあそっちまで行くとなると面白いんだけどうん、うん、まさにこれもあのあれだよねその第三者委員会マターみたいな。本来なら第三者委員会とか 特に国会に置くって言ったらこれ強力だからね、うん、国政調査権とかがあるからもう,そう普段なら黒塗りで済ませちゃうような書類とかも出てくるわけで、うんうん、あ本当はね確かにその特にボ関係はさまあでもボ関係って黒塗りはあんまり関係あのー、もし関係あるとしたらあれだよね前川喜平さんがほらあ,あ,、えー、もあの下村博文、あのー ね名称変更はさ、うん、下村人がやったに決まってるって言って、うん、昨日爆弾発言してさ、うん、そりゃまあな前川さんに言われなくたって下村がやったってみんな思ってるけどさいやどう考えてもそうでしょあそうで文書っていうのがだからむそこはでも難しいよな前川さんみたいに言い切るってね、うん、つまり文書はあるわけよ、うん あの名称変更を許可するっていう文書があって、そこに下村のハンコは押してはあるが、うん、それいちいち下村がこう、印鑑なめなめをしてたかどうかっていうのでは分かんないからね。うん、ああ<ー>、なんかあの印鑑なめなめとかすごい昭和感のあるせい今ないよ、印鑑とか。いや、いや、押してんのか、官僚は。押してるよ、押してるよ。うん、こう。押してる、押してる。うん もうその印鑑がさ、昔はさ、官僚のこの生きている証だったわけじゃん。うん、うん。まあね。あの、書類のさ、一番下にさ、ずらっとこの印鑑をすらんの、うん、あの紙がくっついててさ、で、順番に押していくわけじゃん。うん。そこにこの、うん。官僚のレゾン・デートールが、存在理由が。存在理由が。あー、俺も犯行。 末席で押していたのが真ん中くらいまで来たなーとかっていうふうにバカだら本当にクソどうでもいいでもそれやってたんやね、うん、今のにまあ最終的に大人院はあるでしょやっぱりうんそれはあるでしょう、うんあると思うんだよね、うん、だってさ15年ぐらい、うん、ほっぱらかしにしてたわけじゃないうん、うん その毎年毎年名称と統一協会から変更したいっていうのが来ても、うん、ずっと棚ざらしにしてやってなかったのにいきなり下村の時に、うん、オッケーオッケーってやっちゃったなんてお前、うん、下村がやれって言ったら決まってるよそんなんもう間違いない、うん、下村ぐらいもう自民党離党させたらいいのにねまあクビにするんすねえ、ねうん あれはやっぱダーティーだよね、うんダ。ダーティーだけど、大臣でしょ、今。まあ、今回の内閣改造でガタガタになるんじゃないかな。うん。うん、<coughs> まあ、そうだ。だから、壺に関係のない議員を入れなきゃならないっていうのは、うん、どれぐらい難しいのかっていう、うん、<laughs> それが面白いと思う。うん,うん、うん。あれあのー、 最近ずーすっごい静かなあの人はえ、誰えっと、あの人よ。と、旧、旧、旧外務大臣もやったし。旧外務大臣、河野太郎ですかあそうそうそう。最近静かだね。うん。こういう時こそなんかさ、河野太郎かいや、あの関係あるまから、統一教会。あ彼もあんのある。あるんだ。ある。だから静かなんだ。はい。 だってこら彼の勢いだったらさ「つぼ、うん、は全部叩き割れ」とかさどれぐらい言ってもおかしくないじゃん。ねえまあねただ河野太郎さんは <laughs> そこまでズブズブ感はないけどね。うんうん、どうなっちゃうんかなでも。 だからやっぱり多少あるとさちょっと口挟みにくいよね、うん、うん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 まああとはもうえー、っと個人的にどうなるのかっていうのが菅義偉の処遇ですねだよね菅のね菅でも菅絶対菅さん真っ黒だよ <laughs> オリンピック招致の時にセガサミーの里見会長にアフリカ票を買収したいんだけど5億円くれないっていうのを言っちゃってる人ですからねそれしかも週刊新潮があのすっぱ抜いてかつセガサミーに確認したらあ俺2億円出したよっていういやもう,もう <laughs> セガサミー答えちゃってるっていうだからオリンピックで真っ黒で当然安倍晋三の官房長官やってたんだから菅さんが 統一教会と関係ないってことよな,な。絶対ねえ。うん、どうするか、ねうん、っていうのが難しいのよこれ。うん、だからこれもう能力とかじゃないから。うん、能力じゃない。つと関係があるかどうかっていうのが一今回のこの改造人事で一番の一番のテーマは、うん、あの坪と関係があるかどうか。うんうん <laughs> でまあ、そんな岸田さんはですね、本日、まあ、あの原爆投下の日なんですよ、ね。で、本当だったらさ、コロナに対してきちんと対応してて、統一教会に問題に関してもきちんと対応してて、いや世界平和のためには、核の悲劇を繰り返しはならないとかっていうことをするべきなんですけど、なんかあの広島の平和記念あの式典に出席して、えー、ここでも岸田さん、 あの統一教会についてあ質問されてるんですよ、原爆よりも。<laughs> でなんて言及したか、旧統一教会に関して、ですね、うん、内閣改造は与党とね、えー、相談し、来週に行いたいと、旧統一教会との関係は私個人は関係ないが、内閣閣僚のありようを申し上げるなら、関係については濃淡あるが、国民の皆さんに疑問を持たれないように、十分に注意しなければならない。新たに指名する閣僚副大臣含めて しっかりと点検してもらおうと思っているって言ってるからまあ今のところ一応やるのかなでもなんか蓋開けてみたらなんだよ坪議員ばっかりじゃねえかよっていう坪議員いなかったらなんだよお食まみれかよってでそれもお食なかったらなんだよこいつもパパ活と不倫かみたいなもんすごいな自民党俺 <laughs> 人材豊富だよな坪 <laughs> <laughs> か 金か色か色すごいじゃんこれちゃんと人材が揃ってたの各村普通あのー、ねえ役女博打っていうふうに言われるんですけど壺なんだね <laughs> う壺女金あのね、うん、<laughs> まあさすがに役はやってねえわな,ないでもあれだよね県議とかさ市議レベルだと時々いるよねうんうん 官僚で,でも結構いますいるよね、うん、捕まるようんまあな昔電通の社員にもいたからな <laughs> <laughs> 役やってた<だ>あ。それであの捕まった時にみんなやってんのになんで俺だけなんだ <laughs> 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 最悪や <laughs> 最悪や

いやあ、これはだからほんと、ね、岸田君が、まさに、ちゃんとやるのかと。亀割柴田ならぬ、壺割岸田になれるかどうか。亀割柴田わかんないから。<laughs> このギリギリのところにおいてさ、バ、うん、らーっつって亀割れるかどうか。<laughs> 壺だよ。壺割れ,壺割れるか。 割,れて割って自民党を再生できるかどうか、うん、た多分できないと思うい。で、きないそんな柴田みたいな力はないと思うけどね、うんえー。柴田というのはですね、あのー、あれです、織田信長の武将の中でも猛将というふうに言われた柴田勝家、これが、えー、の戦いで、えー、猛将ぶりを見せたのが、 あれ、浅いだったっけ誰と戦ったっけな忘れたけども、あの覚えたんだけども、今日もね、よあれ、上杉じゃない上杉だったっけ、うん、もう寝不足で思い出せない。そうそう川を背にしてね。戦うときに、うんあ、飲み水の入った。うん、ここまあ、こういうこじって中国とかにあるじゃん。るじゃん。それと一緒だけどさ。うんうん、飲み水が入った画面をぶち壊して、もう耐えろはないんだと。うんうんうん で戦えって言って勝ったっていう、うんうん、それでもし負けたらただのバカなんだけど、うん、まあ一応勝ったっていうんで残ってる話なんだな、うん、あの一応調べましたけど、えー、上杉じゃないっすね上杉じゃなかったっけ六角ですねあ六角かよりマイナーだよ上杉謙信じゃなくて六角とかだな <laughs> なんかもう覚えてる人いないよもう信だけでしてもうやってる人だけだよそんなの覚えてるの <laughs> 六角焦点 <laughs> で六角に敵に攻められてる時に水源をたたいて喉が乾くとあそかいう時にこう最後に残ってた水ねっパッって叩き割って「もう俺たちに入ろはない戦うしかないんだ!」っていうふうに言ってうわーまあまあこれあの中国でいうところの項羽と劉邦の戦いで劉邦の側についていた。 えー『関心』うんうん、大将軍国士無双のねえーま、たくぐりの関心が、えー、やった「背水の陣」うん、これにちょっと似てますね。似てるよねうねん、うん、岸田がさ「亀割岸田になれるかどうかあ壺だ亀と壺って <laughs> 似てるからつい言っちゃうんだけど、うん、壺割岸田になれるかどうか、うんうん 壺割り内閣になれるかどうかね。うそれはちょっと楽しみっちゃ楽しみだけど、まあ多分無理だろう。無理ね無理じゃあだってな、全部、だって壺割るっつったら全部割らないといけないょっと自民党も割っちゃうかもしれないうん。自民党ごとも言っちゃうねうん。まあどうなるかな。でもそれぐらいの覚悟は必要だったよ。 本当に。もうちょっと自民党は完全に汚染されまくっててさ。うん、うん。で、その関係をじゃあ切りますって言ったら本当に切れるのかっていう、そうん、うん、という疑問もあるじゃん。うん。うん。なん本当これ、あとやっぱり、あれだよね。あの、警察関係でさ、うん、今後。 その統一教会系の現在の、うん、あれの摘発をどこまで踏み込んでいけるかとかさまあそうねうん一斉摘発やれーっていうふうにねえ、うん、90何件ものその相談が寄せられるぐらい、うん、やばい連中だってことはまだ分かってるわけでただ、うん、やっぱり本当はさ一斉摘発っていうか 一国の元元首がそいつらを理由に打たれちゃったわけだからさそうだよ親分の玉取られてお前らはどうなんやと<う>お前らは下に玉ついとらんのか <laughs> そういうことだよ岸田さんそういう激飛ばしそうにないよね岸田はないね壺の面に魅力とらわれやがって女とイチャイチャしやがってバカ。 うちらの親分の玉取られた貴様の弾しか最初っから取られる玉ないんかいみたいな感じで志田はどうやっても無理だろうなろでしょうあのせめて、えー、人気なき戦いとか広島市当編とか見てほしいなあんな感じでさ、うん、そうやるだろうそれでもさ、うん、とりあえず統一教会に関しては何の音沙汰もなし、うん ねしーあの会長がさ、うん、なんか偉そうにさ出てきてねあの会見もすごいよなやれやれだよなんかこうあの会長もな田中会長ね<れ>すごい岸田さんと雰囲気似てる人ねうん、うん、なんかちょっと育ちが良さそうなさ、うん あこのうん、というのはやっぱり、うん、本当悪なんだなっていう、うん、なんか新自然として、うんうん、こうニコニコんニコ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 みたいな無表情ではい無表情でねそれにつきましてはコンプライアンスを徹底しておりますので無理やり寄付を取るようなことはしておりません高額の寄付は確かにございますがそれはあくまで信者の自由意志 自分の意思によって自発的に行われているものですので感謝して受け取っております。何か問題があるんでしょうかみたいなそういう感じね。まあまあいいや、もうとりあえずね、あの今コロナ、そしてウクライナ危機のところにペロシさんが急に台湾に行ったからもう中国とアメリカが燃え上がっております。でそんな中あまり気づきませんが まあ最近ちょっと大雨で気づいたかもしれないけども、世界は異常気象でして、これ、食料がないというところになっているわけなんですよ。で、でちょっと円高方向に触れたやつも、また円安方向に戻ってきてですね、これはもう大変な事態なんですよ。にもかかわらず、えー、ぐだ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 、こんな問題いつまでやってんだと、岸田さっさとスパッとやって、あーのー、他のことやらないと。 まままさに内遊外観ですよこのままだったらねせめて内勇ぐらいはさ取らないとねうちの憂いは取りましょうよということで今日は本間さんと話をしたんだけど寝不足で。もう終われよ岸田終わり岸田として後世に名を残せそうです。ねそう思いますよ本当に。でもう一個ねあのそんな中ですねじゃあね えー、自民党にどういう議員が入っているのかねいや頼もしい新人が入ったじゃないですか生稲晃子さんという新人かおにゃんこクラブが <laughs> <laughs>、ね、でええー、生稲晃子さんね、えー、報道陣を避けて異例の裏口から初登院。 とりあえず取材拒否というですね、なんじゃこいつ、お前国会議員やぞって、えー、西に叫び続ける、本当にお前国会議員で大丈夫かっていう、ガーシー、東ーー、えー、とりあえず逃げ続ける生稲姫子、いやー、なかなかあの日本の政治もね、末期状態になってきたなというところで。まさに末期だな、はい でこのイナ問題については、ですね本間さんがジャーナリストの選挙専門のねあの、本当に日本一の選挙オタクジャーナリストだと思ってるんですけども、畠山さんと18時から会を公開しますんで、ぜ、ま、ひ、あ、見てほしいなというふうに思います。なわけで、本間さん、本日もありがとうございました。ぜひですね、あの山崎環境を、ねえー、大臣、本間さん、60歳誕生日になりました。ぜひ、うんうん、祝電を、ね、お願いしたいところであります。はいはい でその上でねあの本間さんの誕生日カンパも受け付けておりますので60歳の誕生日60万円ね集めたいなと思っておりますのでぜひこのリンク欄にね、あのー、カンパの方法書いてありますからよろぴくねっていうことで、はあ頑張ったよ俺今日もう昨日パソコンが壊れて OS 再インストールしても動かないから全部初期化して入れ直してもう終わったの深夜2時ぐらいやったし。 というわけで、えー、清水さんもお疲れ様っていうコメントがもらえると嬉しいなと思います。じゃあ、今日も読書、グー。<laughs> はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の乾杯がないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、乾杯よろしくお願いします。現金も。 クレジットカードもどっちも対応します。よろしく今日もドクションそれでは